とう、ありが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 とう、ポルシェの場外車両ね。なんか981って書いてあるもんね。多分981ってそんなフェラーリ、まあフェラーリな、ポルシェあったかな。ちょっとわからんけどね。まあポルシェだな。ポルシェのボクスター。ボクスターね。場外車両。AMG のなんか SLS って書いてあるね。SLS ね。これなんでスーパーカー入ってなかったんだろうね。まあちょっと満員で漏れちゃったみたいな、そんな感じかな。SLS の63ね。やばいね。これの63。内装もやっぱすごいな。豪華だよな。さすがベンツだよな。タイヤミシュランだな。AMG GT ね。AMG GT。SLS。すげえな。左ハンドル。左ハンドルのガチモノ AMG だね。AMG SLS。まあ、何気に場外車両ですが、まあ、とりあえずナンバーだけは取らないように、この角度かな。この角度までかな。AMG。BM の M2 だね。BMW の M2 ね。で、がっつりローダウンね。がっつりローダウンね。タイヤも結構、面攻めてるね。面まで攻めてるね。いい具合だね。いい具合のかっこいい M2 だな。こういった感じね。もうとりあえず、まあ、場外車両なんであんまりナンバーを取らない。こんな感じか。こんな感じの M2 だな。顔、オープンか多分顔ガツリ映っちゃうからな。こんな感じね。ちょっと用があるもんで、早く帰るみたいな、そんな感じかな。すごいな。ランチ屋が来たね。これも珍しい。ランチ屋のデルタインテグラーレ。マセラッティの MC20 か。マセラッティ初のガルウィングね。マセラッティのいわゆるスーパーカー、マセラッティ版のスーパーカーね。すごいね。 MC20 これいくらぐらいで売ってるのかわからんけどね。1000万円そこらで余裕で買えんね。数千万するね。これは波に変えるような車ではないね。マセラッティ MC21、まあ、展示車両でナンバーもオープンしてるっていうことは、まあまあナンバーも取ってもいいってことだな。 MC20 だもんね。ナンバーも20番という素晴らしい。こういう風にしてくれるとみんな助かるんだよな。 MC20 運営様、運営様アベンタドール、運営様アベンタドール、 MC の20。おお、いやー、このブルシェもう帰っちゃうの。すごいあ、これすげえ。やばいね。やばい。カッタだね。会場。モルシエだ。
これ場外車両、場外車両だけど、アイドリングだけで、アイドリングはやばい、やばい、雑音なのかな、
歩いてる。50。もうベンツ。ベンツ。お疲れ様です。ありがとうございます。というね、こうさっき追い越した車を歩いた方が意外と速いというね。すげえいい音してるよな、どれも。